ジェシー・アレン・ハンは、アメリカ合衆国コネチカット州ニューロンドン軍、グロトン出身のプロ野球選手、ウトウミギウチ。MLB のカンザスシティロイヤルズ所属。メディアによっては、ハーンと表記されることもある。2010年の MLB ドラフト6巡目で、タンパベイレーズから指名されたが、右肘を故障しており、8月10日にトミー・ジョン手術を受け、8月14日にレーズと契約。 2011年は、前年の手術の影響でシーズンを全休した。2012年、参加の A-9 ハドソンバレーレネゲーズで、プロデビュー。14試合に先発登板して2勝2敗、防御率2.77、55奪三振を記録した。2013年はまず A 級、シャーロット・ストーン・クラブズ・デプレジ。19試合に、先発登板して2勝1敗、防御率2.15。 六十三奪三振を記録した。下記には、ルーキー級、ガルフコーストリーグレイズで一試合に登板した。オフの十一月二十日に、レイズとメジャー契約を結び、四十人枠に登録された。サンディエゴパドレス時代二千十四年一月二十二日に、ブラッドボックスバーガー、ローガンフォーサイスとのトレードで、アレックス・トーレスと共にサンディエゴパドレスへ移籍した。3月3日に、 パドレスと一年契約に合意。3月23日に、参加の AAQ サンアントニオミッションズへ配属され、開幕を迎えた。AAQ サンアントニオで10試合に登板後、6月3日にメジャーへ昇格し、同日のピッツバーグパイレーツ戦で、先発起用されメジャーデビュー。1.2回は1アンダム失点に抑えたものの、3回表にニール・ウォーカーから2点本塁打を打たれると、 4回表に、ペドロ・アルバレスから2点本塁打を打たれ、その後も西1・2塁のピンチを招いたため降板し、メジャー初黒星を起死した。翌日の6月4日に、AQ サンアントニオへ降格した。6月14日に最小格し、同日のニューヨーク・メッツ戦では6回を1安打、無失点7奪三振に抑え、メジャー初勝利を挙げた。 最小格後は6試合の登板で5勝1敗、防御率1.246と高騰を続けていたが、パドレスは野手不足でジェイス・ピーターソンを昇格させたかったため、前半戦の休養を兼ねてトリプル A 級エルパソチワワズへ降格させた。7月25日に最小格し、5試合に登板。腕は大丈夫だし、疲れていないよと話していたが、この時点で、 シーズン合計110.1イニングを投げており、プロ入り後に右ヒーちの手術を行ったことから、球団は休養が必要と考え、8月19日に a 級サンアントニオへ降格させた。8月30日に再昇格したがリリーフとしての起用となり、2試合の登板にとどまった。この年メジャーでは14試合に登板して7勝4敗、防御率3.07。 70奪三振を記録した。2014年12月18日に、デレクノリス、セスシュトライヒとのトレードで、RJ アルバレスと共にオークランドアスレチックスへ移籍した。2015年は先発ローテーション入りし、16試合に登板して防御率3.35、メジャー初カンプを含む6勝6敗、ホイップ1.17という好成績をマークした。 2016年は9試合に先発登板したが、2勝4敗、防御率6.02、ホイップ1.64と打ち込まれた。なお、マイナーのトリプル A 級ナッシュビルサウンズでは15試合に先発登板したが、ここでも1勝7敗、防御率4.32、ホイップ1.59と芳しくない結果に終わった。2017年は14試合に登板して3勝6敗。 防御率5.30、55奪三振を記録した。2018年1月29日に、ブランドン・モス、ライアン・バクターとのトレードで、ヒース・フィルマイヤーと共にカンザスシティ・ロイヤルズへ移籍した。2019年オフの12月2日にノンテンダー、FA となったが、13日に1年60万ドルで、契約を結び直した。 平均急速時速 152km のツーシームと平均急速時速 122km のカーブを主体とした投球が持ち味。ありがとうございます。